ってやつに、それで、それでいきなり なんか感動を呼んだみたいな感じで泣いて、だけどお前はそれを自分で、なんか親とかにも言われた、いじめられた言葉を、そのワードを、ね、他者に使って自分の周りに、その気持ちよくわかるよ、とか言って、だけどそれはお前がいけなかったんだよ、とか言ってさ、言ってて、お前が言えって言ったんだから、もうこれ3回も言っちゃったね。今日3回も言っちゃった。ほんとね、あれよくわかんねえなみたいな、そのよくわかんないっていうか、お前が命令してきてしてて、それはねえだろっていうね、なんかこいつなんでこう常にこうかぶしてさ、なんかヘリクスみたいなのにさかぶしていくみたいな、でもそのミュウツーもバカだからさ、はぁ、あ、はぁ、あ、ってこいつさもう納得しちゃってるミュウツーっていう子分もいて、なんかウケるなと思いながら、その他者にね、自分がして、辛かったこと、前、俺も言ってるけど、自分がしてもらって嫌だったことは、まず人にするな。ね、自分がしてもらって嬉しいことをしてあげろ。ね、それで、してもらって、してくれてたら嬉しいことができたら、さらにもうその上みたいなね。今、目の前でしてもらいたいことね。ね、してもらって嫌なことは、ね、自分がされたら嫌なことは絶対に人にやっちゃいけないっていうことは、そんなのもう基本人として。で、人と、自分がやってもらったら嬉しいことね。その場にいてね。やってもらったら嬉しいことをする。ね、これは結構、上級ね。さらに上はね、やってもらってたら、それをしてもらってたら、未来系でね、これやってもらってたら、いいよねっていうね。っていうことができてたら、すごい。超いい。